あ、行く？時間になっちゃうし。だね。みんな慌ててんの？言われてんだよ、高いんだし。うん？あ、綺麗。これあえて遠くからこうやって撮った方がいいかもしれない、うん、ぼやかして。すげえ綺麗。うん、行きますか。よいしょ。てか、お疲れ様です。はい、どうも。あー、超綺麗。腹減った。買っといてよかった、コロッケパン。あの、めちゃくちゃ買ってきた、パン。お、ワンタンだ。わー、サブ。あ、これいけないのか、どっちにしろ。いけないな。あと、凍結してる。あぶね。サビーサビー、帰ろう。寒いです。ありがとうございました。寒いけど楽しかった。ありがたいね、本当に。これね、来年も行きたい。来年も行きたい。うん。ただ夜か朝かどっちかっつったら、多分夜のがいいと思う。なんか混みそう、朝。うん。見たいね。こんな寒くなったからね、まだ早いのかなぁ。あー、覚えてね。うん、明日は、今日は家に戻って、あえてそっち行ってみる。今日は家に戻って、明日はあえてそっち行ってみるかなと思って。うん、ただ朝は絶対混むからな、そこ。って思ったら箱根がいいんじゃないのって思ってきちゃった。うん。いや、じゃあ箱根にしよう、やっぱ。そのまま行こうかなと思ってんだよ、戻るって。うん。逆にもう入間あたりから乗っちゃってさ。前どっから乗ったんだっけな、覚えてんの。前どっから乗ったっけなと思って、何回の途中でさ、高速道路乗ったよね、うん、覚えてねえやで。さ、いや、狭山より手前のあの、何つったっけ、あ、違う、日の出だ、日の出のあたりで、うん、なんか乗ったよねと思って。まあでもさ、何もないけどね。トイレ。厚木パーキングエリアしかねえからな。あと、
さて、帰ろう。よかったな、楽しかった、ほんと。まさか8時まできっちり見ると思わなかった。7時ぐらい。たださっきのワンタンズレあんまり時間ないよね。往復はできないよなと思って。あー、しこたま買っといてよかったパン。で、あとね、菊芋とネギだけ買ってきた。ふっふ、帰ろう帰ろう。何これ。うん、温泉が安くなるんだ。武甲温泉、夜の武甲山行ってもしょうがねえか多分。うん、暗いから。まあ、いい、まあ、明るい時はね。もう真っ暗ペッペだから、あなたが焦げたかと思った。あなたが転んだかと思った今。え、ぶつかってきたの。あ、危な。うん、まあちょっと非常識で、まあ非常識ではあるのは間違いないけど、こんな狭いところで。ね、これ切れそう。あ、切れちゃった。ちょうど切れた。うん。さて。ああ、楽しかったな。あの、アイスバーンには気をつけてる、マジで。意外に凍ってるんで。大丈夫だったね、よく。危なかったな、と思って。ね。すごい、ここにも登山道ね。お疲れ様です。あ、いちご狩りもできんだ、ここ。